新刊、何が何でも長編小説が書きたい。大絶賛発売中、鈴木喜一郎、作家日記 <noise>。自分の名前噛んでどうするんだよ。今日のテーマは、辞書は持ち歩き、引きまくるんだぜ問題。<noise> <noise> 今日は、 マシュマロに寄せられた質問です。鈴木先生、こんにちは。はい、こんにちは。いつも拝聴を拝読させていただいております。ああ、ありがとうございます。辞書について質問させてください。はい、どんなことでしょうか。私は普段、小説を執筆するとき、わからない言葉や自信のない言葉、漢字などは Google で検索して調べるようにしています。ふん,ふん 先生がよく辞書を引きましょうとおっしゃっているのが気になるのですが、うん、言ってますね。やはり何かしらきちんとした辞書を一冊用意すべきでしょうか、まあ、ここら辺の話はまたじっくりですね。またその場合おすすめのものはありますかよろしくお願いいたします。<noise> えっと <coughs>、普段、 うん。わからない言葉や自信のない言葉、漢字などは Google で検索して調べるようにしています。ええー、と、一応言っとくとね、Google とか Wiki っていうのは便利なんだけど、信頼性が低いんだよ。これ難しいもんでさ、検索性と信頼性っていうのはトレードオフの関係にあって、こう、信頼性って、 ちょ、ちょっと調べてパパッと出てくるもの、出てくるもの、簡単に出てくるものほど信頼性は低いんだよね。で、結構調べるのに手間がかかるものっていうのは意外、まあ、ちゃんと信頼できるものというのは意外と調べるのに手間がかかるっていう、そういう部分があります。えっ、ー、と、ググったり、ググだとかウィキペディアの場合だと、 この情報が本当に信頼できるのかどうかっていうのを、いちいち裏を取らなきゃいけないんで書くとなったら。で、それいちいち裏を取るのが大変なんだよね。なので、その信頼できる、うん、まあ、広辞縁だとか、うん、大事輪だとかっていうような、そういうすでに広閲のチェックが入っている、うん そういう辞書を引くことが重要です。つまり、そういう公営だとかのチェックが入っているので、まあ、この会社のこういうところが名前を出してやっているということは、この会社が、あまあ、信頼の手形の裏、裏書きっていうのは君たちわかるかな <laughs> うん、まあ手形の裏書き、まあ焦げつかないようには焦げついたらこっちに持っててくださいよって手形の裏にこうやって名前書いてさ、こうやって入っていって手形を割るときにやるんだけど、わ <coughs> かんないよな。普段その、サラリーマンとかやってたら、その、手形で決済なんてね、今やんないからな。こぎっても見ないよね、みんなね。<laughs> 小切手とか手形とか昔はね、いろんな決済の方法があったんだよ。まあそういう、あの、裏書きみたいなものがあったんだけど、うん、まあ、あ,あ、名前の通った辞書っていうのはそういう役割があります。で、今、本当にありがたいくってさ、その、こう,う、ウェブリオだね。えっ、ー、と、こう、 コマーシャル付きで邪魔くさいんだけど、ウェブ利用だと、その、いろんな、その、辞書サービスから、ヒッ、を、制度で一括して検索して、えー、引っ張ってきてくれるっていう、そういうサービスがあります。で、これは無料です。うんただ、あのー、 無料でね、えっと、小学校の大事林だとか、そういうところから引っ張ってきてるので、そうおかしなもんではないです。<laughs> で、ブックマークをしておいて、その、スマホのブックマーク、スマホのブラウザーでブックマークをしておくとかっていう形にしておいて、常に開けておくようにして、書いているときには、読んで、書いたり読んだりするときには、 常に、こう、手元に置いて、すぐその場で弾くっていう、そういう習慣をつけてください。で、ボキャブラリーを増やすっていうことは、これね、その、面倒だけれども、こう、日々の地道な積み重ねです。えー、なので、その、一日、その、何十度も弾く。<laughs> 紙の辞書の時は結構大変だったんだけど、まあそれでも紙の辞書の場合だとインデックスをこう、こう工夫するとすぐにパッとその狙ったそのページにアクセスできるというそういう工夫はしてたので、ええー、まあ紙の辞書を持ち歩くことを思えばさ、スマホに入っている電子辞書なんてなさ、もう 何十回と弾けるからね。ええー。まあ、それが、まあ、デビュー前の、まあ、現代小説を書くんだったらそのぐらいで十分かな。で、ウェブリオの場合だと、漢字でわかんない漢字ってあるじゃん。うん、あの読めない漢字ね。ええー、と、読めない漢字は新入で、これこれにこれこれっていう、そういうふうに武士をこう、 うんそうだな。例えば、心尿に真ん中の中って書いて、かこれ何て読むんだっていうふうに、時に、心尿、真ん中の中、それから漢字って、こう、うんうん、Google の検索窓に放り込むと、出てくるんだよ。そういう漢字がね。非常に、 あの、そういうことがあって、やっぱ緩和辞典は引まあ、引かないってことはないんだ。その漢字をこうひその漢字が出てきたら、それを緩和辞典のその検索窓に放り込むので、ええー、非常にあの緩和辞典は引きやすくなったね。昔は大変だったよな。その、 南角で総角作品で1234でこうやってこう空中でさ G 書いてさえ、ね、っと12345とかでて数えたんだけどそんな手間なくなったからねえっ、ー、と現代小説だとそのウェブリオで十分なんだけれどまあ十分とは限らんかなもっと専門的な話ってのはやっぱ必要になってくるかなまあいいやえっ、ー、と 時代小説を書く場合だと、もうちょっと手間かかります。ねえと、プロユースで、その、ジャパンナレッジっていう総合検索辞書サービスがあります。これは小学館が温度をとってやってる、その、総合辞書サービスで、これは小説を書こうという人にとっては必須だと思って間違いないかな。ね、えっと、時代小説を書く上では必須です。 えー、こう、ミステリーでも必要かもしれない。その、時代小説を書く上ではもうこれないと仕事にならんよっていう、まあそういうもんです。ジャパンなッジね。これに、これにはあの、小学館の日本国語を題して、いわゆる日国っていうやつね。えー、ちょい前だと十何枚したやつだ。紙で買ったよ、あれ。 それからと、うん、吉川公文館の国史大辞典。これも、うん、歴史小説を書く上でも絶対に必要な辞書です、えー。辞典です。うん、これも、本当に、あの、二昔前だとじ、ま、十何枚した、その、それもさることながら、重いんだよ。<laughs> 一冊三キロあったからね。もうほとんどダンベルの世界だよ。で、しかも、これで調べるのって昔大変だったんだよ。もう項目作品と人名作品があって、それを両方精度でこういろいろ調べて、で、まあ、つまりこことこことこのページ、このところに出て、このページに出てんだなって分かったところで今度そのページを片っ端から広げて読むって、むちゃくちゃ大変だったんだけど、 今はその知りたい単語を一つポンと入力するだけでその必要な項目がダーッと全部出てくる。感動するぜ。で、あと、個人類縁ね。これは個人類縁っていうのは国史大辞典が出る前のその、まあいろんなもののネタ本だよ。うーそうだな。 例えば、儀式どうなってたとかさ、合戦はどういうふうに行われたとかって、そういうものがあ、いろんなものがこう、こうおまあ、昔のその、大辞典、国史大辞典が出る前の辞典だよ。えーまあ、その他にも、その、東洋文庫だとかさ、ラワ辞典ね、ラテン語と日本語の辞典、 ドイツ語辞、読話辞典、イタリア語の辞典、えー、医学辞、日本語辞典、ああ、そう、あと、ハンレー六本も見られるようになったっていうふうに、うん、この間、パウレットで案内が書き取ったな。えー、もう、これはむちゃくちゃ便利です。で、えー、で、こう、大体、えグーグルなんかで大体のところ当たりをつけたら、 ああこんな話だよね。こう,こういうふうだよね。っていうのがあったら、そしたら今度、その関係した用語、あのジャパンナレッジに振り込むと、信頼できるその資料がどん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 と出てくるっていう。まあそういうふうです。ただ、これは月額2200円かな。うんと、パーソナルプラス、 ジャパンナレッジーパーソナルのプラスっていうのでないと、国士大事点までは使えないので、ええー、まあ結構なお値段はしますけどもあ、まあ、なしではいられない。っていうふうだね。あと、うん、僕が普段、まあ、まあ、よく使ってるのはそんなところなんだけど、 あの、僕は原稿を書くときに手書きで下書きをしてます。で、まあ、そのノートに、ノートだとか5ミリ方眼のーリフィールで使うときもありますが、それに、えっ、ー、と、パイロットのプロフィットっていう万年誌で、えー、しこしこカリカリこう、手書きで下書きをしてるんだけど、この時に右手で下書きして左にブレイン っていう電子辞書ね。こう片手で使える、その、ブラックベリーみたいなさ、携帯電話みたいな形をした、その、電子辞書があります。これは、抗脂炎が入ってるだけの、抗脂炎、頭から引く抗園ケツから引く抗脂の第5波、ちょっと古い波ですが、抗脂炎のご飯が入ってるだけなんだけど、ま これを握りしめて、で、えっと、この字なんだっけとかえ、これどういう意味だっけとかって思いながらこう、とにかく嗅ぎながら、えャ、ー、ちゃちゃっとそれを弾くっていう、そういう瞬間がちついてます。えー、キーボードの字がだいぶ剥げてきてるような。<laughs> 今このウェブリに、電子辞書そのものが今もう本当にう、あの、 売ってないので、こう、うーんブレインも今手に入らなくなってきてるかな。ね、えんでもやっぱ電子辞書はそういう風に使ってます、えー。大事なのはとにかく、まず辞書を引く、たくさん引く、書くときも読むときも引くうー。まあそこら辺がやっぱり基本です。 うん。まあ、大体、そんなような感じかな。ええ。この番組では、こんなネタで話せというポッドキャストのお題ですとか、皆様からのお便り、ご質問を募集しています。マシュマロという匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。 鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝史賞、オーリオンモ新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキーステーションにサウンドクラウド、Apple ッ,ッドキャスト、グ Google キャスト Spotify などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで鈴木喜一郎作家に記そんなところでではではでは失礼します